インプレッションです、本日はトワルソンさんの、まあ、新商品の説明をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ご協力いただきますので順番にお願いします。フェロースポーツの高橋です。よろしくお願いします。はい、お願いします。トワルソンの村上です。よろしくお願いします。はい、お願いします。トワルソンの寺澤です。よろしくお願いします。はい、お願いします。村上さんは、はい、久しぶりですね。このコートでお会いするっていうのは久しぶりを超えて取り越して、はい、でもね、一緒に昔はテニスをやっぱりやった中ですから、僕の生徒としてね、はい、その辺はちょっともうちょっとしっかりと、はい、すいません、はい、20年ほど前、高校3年生の時にあの大変お世話になった、村上、当時村上コーチという形で、はい、お世話になっておりました。そう、もう僕の生徒で一人だけでもすごくやっぱり一人だけって言い方悪い。でもめちゃくちゃ上手かった。だからやっぱりかなりの人数いたんですけど、彼のことは覚えてたんですね。はい、高橋コーチもちょっと。高橋さんは、ね、このフェローズが、本当にオープンしたぐらいですね。もう25、6年前ですかね。はい、僕まだ現役の時にもう雨降ったらもう毎日どんだけ迷惑なんだっていうぐらい電話かけて、でここの石井社長にもね、先代の石井社長にも、許可をいただいて、レッスンの合間に僕の相手をしていただいた、もう師匠ですね。かなり迷惑でした。あ、違います。ちょっとあのいろんなちょっとつながりがありまして。そうですね、僕はなんかこう質問箱をこうコメントするとあのいつも反応していただいてて、まさかうちの担当になるとは思わず。いや、そうですね、あのそれを機に担当にまでなって、ようやくちょっと動画撮影っていうところです。はい、ようやく、念願の、念願の何ヶ月越しか。そうですね、全てはね、縁ですよ。そうです、ね、縁です。はい、あの肝心の商品の方に行きたいと思います。そうです、ね、よろしいですか。はい、はいはい、トワルソンのですね、昔からのマルチフィラメント代名詞です、ライブワイヤー、ライブワイヤーですね、それと、まあ、今回新しく、最近発売になりましたこのバイオロジック WX、という、まあ、ポリに移行される方の、まあ、声の多くにやっぱりスピン性能っていうところですね。で、まあ、ポリのそのスナップバックといわれる糸の滑りっていうところが、まあ、ちょっとマルチと比べるとっていうことで、まあ、ポリに移行される方も非常に多いっていうところを、まあ、見てきましたので、まあ、そういうところで一度、まあ、このスナップバックの効く、糸の動きのあるスピン性能の出るマルチフィラメントっていうところを、まあ、我々がちょっと、提案していきたいなという、そういうこともあってあの作らせてもらったような形です。もう実はこれあの上達のマルチっていう、まあ題目ついてまして、はい、これっていうのはあの、まあ、マルチを使ってそのスピンを、まあ、自分でこう自然にかけれるように覚えていくっていう、まあ、上達していくっていう、まあ、そういう風な時に、まあ、使っていただきたいストリングでもあったので、そういう思いも込めております。はい、やっぱりポリが本当に一般の方にいいのかっていうところもあると思うんですよ。あれだけやっぱり、まあ、素材的には硬いという、まあ、肘だったり手首だったり、一般のユーザーの方でそうやってあの使いすぎてこう怪我をしてしまう方も多いですから、我々としてはそのポリのガットを追うんじゃなくて、どれだけナチュラルに近くてしっかりと打感も良くて飛びもあってスピンもかかる、そういうストリングをやっぱトワルソンとしてはやっぱり作り続けていきたい。しかもメイドインジャパンだと、そういう思いの中で日々研究しながら作ってますから、もちろんポリが悪いって言ってるわけじゃないですけど、改めて今だからこそマルチの良さっていうのをもう一回ユーザーの方に感じていただきたい、知っていただきたい、使っていただきたい、まあ、そういう思いがありますね。構造の部分でいきますと、この2つあの作り方、糸の組み方というのは同じなんですね。バイオロジックの方は、ちょっと滑りを良くするコーティングをしてまして、ライブワイヤーの方は、弊社の特許技術である TNT 照射。うちの代名詞ですね。そうです、TNT 照射。代名詞、はい、はい、ちょっとこれどう違うかですね、あの打っていただきたいなというふうに今回思っております。さあどうなるか、ね、はい、っていうところですね。どうですか。あ、よろしかったです。ライブワイヤーを使ったのは結構僕的にはだいぶ昔というか久しぶりな感じがあったので、あ、やっぱり打った時の感じとしては柔らかいな。あとはこうたまむっていうこういうガットの柔らかさはもちろんなんですけど、こうたまんで戻るっていう感覚があるので、まあ、ガットがこうボールをよく飛ばしてくれてるなっていう感じがあるので、よくこういうナイロンマルチのパワーがあるこの、あのナチュラルフィーリングみたいな、ナチュラルライクっていう表現で、まあ、ナチュラルとはやっぱ違うんだけどそれに近いこうたわみと柔らかさとパワーがあるっていうところを表現するんですけど、そういう意味ではこういうのって
多分ライブワイヤーなんかはそういうナチュラルフィーリングとかナチュラルライクっていう言葉で多分非常に表現しやすい方なのかなと思います。いやもう大正解ですよもうこれ以上のないもうその通りですよねトワルソンといえばこのライブワイヤーじゃないですか。ボールをこうしっかりと捉えてその飛ばす、だからやっぱりボールの飛びだけじゃなくてボールのその質を求める方たちにはやっぱり初速と終速の差があんまりないんだ。テニスっていうのはいかにボールがバウンドしてから伸びるかっていうところは、うん、その上級者になればなるほど求めるところなんですよ。ですからそういう意味ではこう本当に究極のマルチってボールのホールドもいいし、そして打感もいいし、ボールの飛びというかボールの質もその最後まで変わらないっていうのはやっぱり打ってて改めて感じました。これでは比較した時なんかだとこのバイオロジック12なんだ WX128 新しく出ますよっていう形でこちらの方がやっぱり打った時の打球感的なこうカチッとした感じっていうんですかね、うんうん、少しこうライブワイヤーと比べると飛びは抑えやすく、あとはちょっと打った個人的な感想になっちゃうかもしれない、少し弾道の持ち上がり方っていうところでいうと少し上がりやすいイメージがありました。純粋にライブワイヤーの方が前に向かって飛んでるなっていう感じが強くて、バイオロジックの方が少しこう射出角が少し高いような感覚、回転がかかりやすいような感覚っていうのが少しありました。だから打っててこう飛びも抑えやすくてっていうところだとバイオロジックの方が打った時にこう飛距離の調整なんかは自分的にはしやすい。だから多分言うと多分ガットでのパワーがちょっとライブワイヤーと比べるとちょっと小さいのかなっていうところはあるので、まあ、しっかり打っていきたいけど柔らかいフィーリングが欲しい方なんかはこのバイオロジックの方を使っていただくのはいいかなと思いますし、よりパワーを求めていくんであればライブワイヤーの方がいいと思います。もうトワルソンに入ってくださいぜひもうぜひもう本当にもう完璧すぎちゃって、確かに僕は個人的に言ったら自分のテニスもそうですけど、やっぱり今福津さん言ったみたいにこの軌道の差がやっぱり完璧にこう差がつけたい、スピンの量が明確に出るんで、その今現代テニス その距離の調節っていうのは間違いなくこっちの方がしやすい。僕はもう個人的にはバイオロジックもう おすすめです。大好き本当に良かったですよ。持ち上がるし、だからやっぱネットを全然怖がらずにしっかり振り抜いている、そういう感覚でした。最高でした。自画自賛。素晴らしい出来です。はい、すみません。今度コメントのプロ2人終わった後に俺に言うんですか？これ先に言ったもん。全部言われて。これ先に言ったもんが違う。順番が違うじゃん。順番が。本当に。いや、もうこちらはもう完璧にもスピンがいっぱいよくかかる。こっちは。はい、バイオロジックも本当にスピンが意味が上がったと思います、ね、でこちらの方は逆に言うと押しても収まるみたいなところがあって、そうちょっとこう失敗してこう押しちゃったボールでも落ちてくれるのですごく、うん、はい、だからコントロール重視です、はい、コントロール重視の方、はい、例えばですけどこう ちょっとこう 飛びのいいラケットを使っている方で飛びも欲しいけどやっぱりストリングで少しこう飛びもなんていうんですか、まあ、コントロールを狙ったところに打ちたいっていう方はやっぱりライブワイヤーおすすめですよ。これ差し口的に打った時にこう押しやすいっていう感覚があるのでいうとやっぱりじゃあこっちになってる。そうですね、ライブワイヤーも全然押しやすいですね、はい、なんでこの多分押してる時のこの感覚がこう飛距離の調整だったりとかちょっと誤差修正をしやすい感覚、そう左右のコントロールとかもすごくしやすいし、日本で比べるとやっぱりこうホールド感って言ったらやっぱりライブワイヤーの方が強いって表現でいい、いやそれはもう間違いない、間違いない、だからそれがやっぱりその要はボールが当たってる時間が間違いなくこっちの方が長い、はい、だからそこがやっぱりこのライブワイヤーの一番特徴であり安心感でありボールのこう何ですかね、そこにこう置いていけるというか、はい、狙ったところになんかしっかりとこう狙ってボールをコントロールできる、そういう安心感がこのライブワイヤーの持ち味なんだという気がしますね。構造上でも本当にそういうコンセプトで作った2機種になるので、まあ、こちらは TNT 照射という弾力を持たせたような形ですね。なので、まあ、設置時間が長いというのも本当はおっしゃる通りですし、こちらは表面の、微粒子ちょっと残して動きやすくしてサラサラしてる形なので、まあ、そういう意味では糸が動いてスナップバックがよく効いて打感もまあ素直っていうところですね、うん、その2つのコンセプト通りの今評価をいただけたので、もう我々としては本当に狙ったところだなというところですね。
どっちがナチュラルに近いといったらやっぱりこっちに、ナチュラルのそのボールの飛びだったり、はい、ボールがこうラケットから出たこの感覚だったり、そういうところではやっぱりライブアイアンよりナチュラルには近いのかなという感じはしますけど。そうですね、 USA って入ってるのは、はい、あれですよね、向こうに1回。そうなんですよね、大分工場で作成して糸の状態にしたのを、アメリカに送って、はい、でその TNT 照射を当ててもう一度大分工場に戻して梱包して出してくる、はい、横行ってます、はい、日本からアメリカに行ってまた帰ってきて、そうです、商品化するって感じ。手間かかってます。手間かかってるんですね。そう、超ロングセラーのライブワイヤーと、まあ、新製品という形でこれも発売になってますね。そうです、はい、バイオロジックの WX1280 発売です、はい、企画させていただきました。これからもいろいろするのと、まあ、いろんなアイテムを含めて、はい、インプレ査定をよろしくこちらこそよろしくお願いします。はい、します。本日はここまででございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。汗だくです。